くんじゃゆりです。今日は何をするんですか。はい、今日はハイトーンキーチャレンジカップ最新曲。やっぱハイトーンキーチャレンジ伸びてないですか俺ら。確かに伸びてますね。どんな曲ですかちなみに。私は最強を聞きたい。本当に現代に申し訳ないです。この企画を取るのは前々から知っていましたが、はいはい、バタバタしておりまして、はい、曲があんまりちゃんと聴けてませんので。じゃあちょっと俺ももう一個だけお願いしたいな。サブタイプ。あ、そちらも聴いてるんですが、はい、フルはちょっと怪しくて、はいはい、ちゃんと歌いたいので、はい、一番サビまでで、ね、ワンコーラスだけでお願いしたいです。ただワンコーラスだけでハイトーンチャレンジさせていただきます。最初、はい、サブタイトルからいこうかな。そう、わかりました。いってみます。それではサブタイトル歌っていきたいと思います。いいですね、サイレントやっぱ見てるんで嬉しいです。どこ凍りついた心には太陽、そして僕が君にとってそのポジションを、そんなだいぶ傲慢な思い込みをこじらせてたんだよ。ごめんね、笑ってやって、やけどしそうなほどのポジティブの冷たさと残酷さに気づいたんだよ。きっと君に渡したいものはもっとひんやり熱いもの。綺麗事じゃないけど綺麗でよりないもの、上辺よりも胸の奥の奥を温めるもの。理想だけはあるけど心どこ探してもまるで見つからないんだよ。伝えたい伝わらないその不条理が今つくしばりつけたよ。臆病な僕のこの一挙手一投足も、言葉はまるで雪の結晶を君にプレゼントして、でも夢中になればなるほどに形は崩れ落ちて溶けたいって消えてしまうけど、でも僕が選ぶ言葉がそこに託されたゆりチャンネル。まあギリ出た。本当に難しいよね、ヒゲダンス。これめちゃくちゃ難しいぞ。めちゃくちゃ難しいぞ、マジで。チャンネル。なんか思うんだけどさ、最近の曲ってほんと高いね。ほんとに高い、うん、カラオケの皆さんに伝えたい、最近の曲確かに難しくて、まあすごい聞きたくなるじゃん、うん、何回だって聞きたいよ、俺も聞いてます、うん、ただ、やっぱ自分、カラオケでは歌いやすい曲を作っていこうと頑張ります。ゆりチャンネル。最近のさ、曲も歌ってほしいな、もう一度とか。いや、友達じゃん。ちなみに前、谷君のさ、大阪の時、誕生日、お祝いしに行ったんだよ。急に行って、谷君がなんか、ライブ制作の人が一緒だからさ、谷君いるよって言われて、誕生日でなんかお祝いしてるらしいって言ったから、俺行った。で、ファー、誕生日ケーキもらって、受け取って、おめでとうございますって言って渡して、で、ほんと10秒ぐらいで帰った。意味わかんないですよ、谷君が見たら。え、来てくれたんですかって言われて、うん、来た、おめでとうな、マジでとか言って、ハッピーバースデーとか言って、帰るわーって言ったら、え、早っって言った。おかしいよ。そんな友達の歌、うん、もう一度。ねえ、いつになれば君に会えるの。ねえ、いつになれば世界は戻るの。あとどれくらい続いていくのだろうとて、僕ら足元の日々を込め、辛い目に見えるものに心砕かれて諦めてしまいそう。手を取り合い、もう一度共に夜明けを抱きしめて進むから、手を取り合い、もう一度共に願いを叶えよう。孤独になった日々も誰かのための
一歩あの日の笑顔に会いに行こう。ゆりチャンネル。サビの前さ、めっちゃかっこいいね、うん、バン、ブーン、手を取り合い、もう一度。止まるとこが緩急のつけ方最高だなと思って、あそこのめっちゃ後ろのうーんってこともめっちゃ聞いちゃう。本当に皆さんめちゃくちゃいいの、もうランキング僕のずっと上だから。いじけてますけど別にいいじゃないでしょう。ゆりチャンネル。最近の曲ってこうやっぱ難しいじゃん。難しい曲をさ自分でこう完全に歌いこなせるわけじゃん、自分で作ったら、うん、そうするとさやっぱユーリンはユーリだよね。確かにベテルギウス結構難しいじゃん。だからなんかあの曲ってやっぱねユーリンでね、いきなりこう誰かこうアーティストさんが、はい、じゃあ対戦曲ベテルギウスでお願いしますって言ったら、はい、ベテルギウスかってなってると思うよさすがに、まあまあ、ドライフラワーって言われたら歌いやすいじゃん、うん、向こうも点数取りやすいからね、うん、だから俺もなんかユーリンのために難しい曲もそうそう作ろうかなって。ユーリンのために、うん、やっぱ勝ちたいからね。今実際勝ち越してんのか負け越してんのか知りたいところですしね。ツイッターで皆さんあのハッシュタグユーリンで俺の今の戦績を数えてなんか載せてくれたらすごく嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ユーリチャンネル。タカヤと久々にカラオケ行ったんだけど、うん、俺とタカヤはハイトーンキーの曲をチャレンジするってことがねすごく二人とも好きで、あ、そうなの、うん、普通にそのカメラ回ってなくてもすぐやってる、そう、やろうぜってやってんじゃなくて、たまたま歌おうってたけどすごい高かったですね。あ、なんかキー下げるのはなんかちょっと弱くねって、あ、俺たちはやっぱ歌手だし下げないべみたいな。YouTube でずっと下げろ下げろ言ってんのに。やっぱりね高い曲って歌いたくなるよね。あの歌った後に歌ったってなる。カラオケでハイトーンの曲をあんまり歌いすぎると喉良くないよってこう俺いつも言ってさ、うん、曲も上手に歌えないから良くないよって言ってるけど、たまにはねハイトーンの曲チャレンジするとなんか音域も上がってる気がする。結構楽しいよやっぱり。だから皆さんにおすすめかも。やってると思いますけど、はい、まあね僕もやっぱりこう最近の曲、はい、もちろん聴いていますので、ただ皆さんには僕の最新の曲もいっぱい聴いていただけたら。もう出てんじゃないですか、クリスマスイブ。もういいよね、やばいよね。ちなみに今日の19時にクリスマスイブの YouTube 上がりますので、はい、今もうほんとそれが楽しみ。ほんと皆さんにすごく聴いていただきたいのでよろしくお願いします、はい、そんな感じで今日の動画終わりたいと思います、はい、チャンネル登録とグッドお世話、皆さんまた明日。チャンネル登録お願いします。